ウクライナで3日、カミシン戦略産業省など6人の閣僚が辞表を提出し、ゼレンスキー大統領は内閣の改造に踏み切る考えを示しました。辞表を提出したのはカミシン戦略産業省のほか、ステファニシナ副首相や司法省などの6人で理由は明らかになっていません。 6人が辞任すれば内閣の3分の1以上が空席状態となりますゼレンスキー大統領は3日内閣改造に踏み切る考えを表明しこの秋はウクライナにとって極めて重要だ政府機関に新たな力を与える時が来たと強調しましたまたゼレンスキー大統領はシュルマ大統領府副長官も解任したということですこうした中ウクライナ中部のポルタワ州で3日 ロシア軍によるミサイル攻撃で、軍の教育機関や隣接する病院の敷地が被害を受け、51人が死亡、270人以上が負傷しました。ロイター通信によりますと、一度の攻撃として今年最悪の犠牲者が出たということです。